はい、こんにちは、上山駅です。はい、今日はですね、いつものメイク動画ではなくて、本業のね、ジュエリー制作にまつわる動画を撮ろうと思ってます。今回ちょっと友達にサプライズでプレゼントをしようと思って、その友達は去年の12月に出産したんですけども、なかなか会えず、で、ようやく明日会えることになって、で、まあ何をあげようかなと思ったんですけども、なんかね、ベビーリングとか考えてたんですけど、友達の赤ちゃんが男の子っていうことで、で、ベビーリングって基本的にお母さんがつけるか、子供が二十歳になった時に子供にプレゼントするっていう習わしがあって、まあただ男の子でいるかってあって、で、まあ結局考えた結果、お母さんが使える誕生日の刻印を入れたヘンナとトップを作ろうと思いました。はい。ということでね、これからちょっと制作の様子とかをね、流して友達にはサプライズになるかどうかをやっていきたいと思います。はい。それではどうぞ。はい。では、早速作っていきたいと思います。これは、まあ、今後販売していきたいなということで、この型をね、取って、これで、よいしょ。今回ね、このネックレスのペンダントトップを作りました。はい。で、これ上がってきた状態。まあ、そういうのは外注でお願いするんですけど、家ではちょっとできない技法なので、で、それを外注から戻ってきたもので、これ、後ろに、わかるかな？このポッチがついてるやつ。これは、いわゆる、バリって言うんですけど、これを綺麗にならすとこからやっていきたいと思います。はい。よいしょ。こういうね、ヤスリで。はい。で、これギリギリのとこまでね、ヤスったので、次は、暑い。これ暑いんだよね。摩擦でね、熱伝導でめちゃくちゃ熱くなるんです。よし、こんな感じで、はい、綺麗になりました。で、これ全体を磨いていきます。はい。ということで、ピカピカになりました。こんな感じです。はい。で、次、この裏面にね、刻印を打っていこうと思います。熱い。挟んで、形を作って。はい。じゃあ、刻印打っていこうと思います。で、なんかまあその友達
との、なんだろうな、慣れ初めっていうか思い出はもう5年ぐらい前とかになるんですけど、ちょっと自己啓発系のセミナーにね行ってたんですけど、そこで同じクラスだったんですよ。で、なんか会った初日から一応ちょっと話したりしてて、懇親会とかで、でそこから講座が始まったんですけど、結局講座が全 4,5 回あって、でなんか結局最後まで課題というかをやりきったのがもう私とその子だけだったんですね。他の子はだんだん途中でね、なんかしんどくなっていったらしくて、あんまりやらなくなっちゃって、でそこでなんかどんどん絆が深まってでもそれからなんか、なんだろう、講座終わった後も必ず月1ご飯行くみたいな。でまあその後ね、ようやく、だから一昨年かに結婚して、仕事どうしてるのかっていう話をね毎月してるような中です。なんかね、やっぱめちゃくちゃ優しいんですよね。なんだ、まあちょっとね、2個上ぐらいかなとかなんで、まあ本当のなんかリアルなお姉ちゃんみたいで友達なんですけどね、優しいけどちょっと抜けてるし、なんかお互いね、いい感じにお見合いになって喋ってますけども、はいね、楽しみだなと思ってます。はいはい、ではついに、石止めですね。ここに石をつけていきたいと思います。はい、よいしょ、石をね、見えるかな、ここにある12月のブルージルコンを止めていきたいと思います。完成しました。イエーイ、よいしょ、こんな感じです。裏は誕生日が入ってます。ということでね、ちょっとこの後私に行きたいと思います。イエーイ。はい、着替えました。ということでね、今から友達のお家に遊びに行きたいと思います。楽しみだね。感動するっていうか、びっくりするかな、どういう反応するんだろうっていう感じですね。あ、まさかの感動して号泣とかしたらどうしようかなっていう感じでね、ちょっとね、ワクワクドキドキしながら遊びに行きたいと思います。それでは行ってきます。どうぞ。え、何？しかも自分の、あ、え、すごい、自分のあれじゃない？ブランドの紙袋じゃない？すごい。めっちゃ嬉しいね。怖い怖い。怖い怖い。怖い怖い。された気持ち。すごい、箱ちゃんと入ってる。え、すごい、ネックレス？もうポップ。素敵。ソプラにお子ちゃまの誕生日だ。え、すげー。ちょっと感動。よかった。そうそうそう。嬉しすぎる。やばい。子供につけたいけどなくしそうやからかな。そしてデザインめっちゃ可愛い。よかった。誕生日刻んであるのがいいよね。そうそう、マジ自分ジュエリーやな。自分のジュエリーブランドやね。すごいね、こうやって改めて見たら。すごい。すごい。なんか、あ、ジュエリー屋さんやったんやってと久しぶりに思い出した。モデルとしての認識しかなかった最近と、化粧お化け